はい、皆さんこんばんは。ケワシヒヤです。今までやってきた自分のその自己流のメイクから新しいメイクに変えるというのは結構ね、やっぱり癖があるので、なかなかこう習慣化しにくいところがあるんですけどね。そこら辺が今日のちょっとテーマなんですけども、やっぱりね、素直ですよ。はい、もうその素直な部分っていうのが結構ねポイントになるんじゃないかなっていうのはもうつくづく思います。成長する人、成長しない人、変われる人、変わらない人、そういうのをずっと見てますとですね、やっぱ特徴あるんですよ。やっぱりね、変われる人はねすぐ変わります。でも変わらない人、変わりたい変わりたいとは言いながら変われない人、これはねものすごいね、このねすごい自分の中のねプライドが硬いんですよ。プライドがあるんですよね。そのプライドとか価値観をもう固定しているような形で、なかなかその人の言うことを聞けないというか、聞いてるふりして聞いてないみたいな。やっぱり素直な気持ちっていうのはバロメーターがなかなかないですよね。これどこが素直でどこが素直でないっていうところが、まあ、他人が見て決めることであったりすると思うんで、自分が自分のことを素直や素直やと言ってても素直でない、これはもう僕にも言えることですよ。だからできるだけ僕もこの偉そうなこと言ってたら、やはりね自分の中でも意識して、もっともっと素直になってないんちゃうかなとかね、もっともっと素直になるためにどうしたらいいかなとか、ね、常に意識してやってます。はい、でそんな中で、やっぱりその素直のバロメーターっていうのは一番出るのが、年を重ねていった最終的にやっぱりご自身の年齢が50超えて60超えて70とかね、そういうところに思いっきり出てくるんちゃうかなと思うんですね。まあ、そういうことを、まあ、老健施設にボランティアに回った時に思ったのが、やっぱり可愛いおばあちゃんはいくつになっても可愛い、いわゆる素直な人はめちゃくちゃ可愛いと、そういうことがもう実体験をしてますんで、やっぱりそういう部分が年齢とともに出るんじゃないかなということを思ったりしている次第でございます。何とも言えないオーラが出るんですね。年齢いくことによってなんかこう老化するのが怖いっていう人もいてますし、シワ一つでも増えるとなんかすごくもう自分の中でネガティブな感情が湧いたりする人もいてますけど、やっぱりいいシワってあると思うんですよ。年齢をこう重ねれば重ねるほどそのシワが勲章になるようなシワ、もう何とも言わない横じわ、笑いじわ、もうこれはねなくしたらあかんと思う。あっていいと思うんですね。だからまあそういう部分もあって、僕はね年齢いった方々の70、80、90歳の方々の素敵なこう魅力っていうのを見てね、やっぱり学びを得たわけです。軽度認知症を含めて認知症になるような人生の中でこうなるような人もかなりの確率で多くなっているということで、それが5人に1人違ったかな。まあ、最低でも7人に1人はそういう形になるというふうに言われている今データが出てて、でそれを少しでもやっぱ減らしていきたいじゃないですか。そういう部分で僕はいつもこうやって声高々に言っているのがメイクによって、今面倒や面倒やっていう時期が来るわけですよ、どっかでね。それを面倒と思わずにそのメイクを楽しむことが実は頭の回転を良くしたりリハビリになりますよ。手先がすごくこう使うことによってね、ポジティブになるし、やっぱり女性はいつまでも美しくなりたいわけですよ、ありたいわけですよね。だからそういう部分でもその気持ちを忘れずにですね、いつも素直な気持ちで、まあ、なんか新しいことを学ぶとか、そういうところにチャレンジしていった人は最終的にはやっぱり仮に認知症になったとしても周りからすごい可愛いおばあちゃんやねって言ってやっぱりこう人気があったわけですよね。まあ、そういうことが僕は思ったことをねブログ記事にしてますんで、またよかったら読んでてください。素直ということでテーマになりましたんで、言っときます。これはね若い人でもね年齢いった人でも関係ないです。素直になるイコール脳は安定化思考っていうのがあって、今まで何十年も自己流で自分がやってきたものはこれは正しいもんやと思い込んでるんですよ。で思ってるんだけど、正しいもんやと思ってるんやけども、でも変えたいと思ってる自分のこうなんて言うでしょう、欲望があるんですね。で変えてみると、実は自分も今までやってきたの方がいいやないかっていう、そんな感覚になってるんですけど、実は周りから見たらちゃんと提案した方がいいんですよ。で本人だけがそういう部分でこの固定概念の中の価値観に囚われてしまってて、それがまあプライドみたいなものでもあったりするわけですけどね、そこから抜け出ない限り、いわゆる素直になれない限り変わらないんです。これは、まあ、一瞬でも変わりたいって言ってても、それをずっと習慣化しないとやっぱり変わっていきませんよね。だからやっぱり最終的な近道はもう素直にしかないということを僕はまあちょっと明言してるんですけど、